皆さんおはようございます。シャタ農園のシャタアンです。いや、シャタです。まず最初にですね、視聴者からのご要望がありまして、目が回るっていう意見をいただきまして、あとはまあ気分が悪くなると。原因はですね、私がこうやってこう小刻みにこう動くとですね、それで特に画面を近くで、テレビ近くで見ているような方はちょっと目が回るそうです。まあ若干私も感じてたんですけど、確かに不愉快な、言われてみると本当にそう思うんで、ちょっと改善してなるべく動きをゆっくりやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、今日はですね、キュウリも、定食してからまあだいたい1週間ぐらい経ったので、脇芽取りですね。いろいろ脇芽が出てきますんで、それを取っていきたいと思います。ゆっくりゆっくりですね。これですね。はい、もう定食した頃はこのぐらいで、ま、シュンと立ったと思うんですけど、もうこのぐらいこれがある程度1週間経つともう倒れてきますね。でちょっと首をこう持ち上げたような状態で、軽くそのちょっと何でしょう、名称というか、を説明したいと思います。で下からですね、この小葉ですね、2枚、これがかぼちゃの小葉ですね、が2枚、1枚ちょっと枯れちゃってますけど、でこの上が、キュウリの小葉ですね、2枚出てます。で、ここが、もう私ここが一節目、ここに葉っぱが、本葉という葉っぱが出てきてますけど、そこ一節目、人間でいうと、まあ、足の親指の第一関節みたいな、節ですね、一節。で、次、ここ、本葉、こっち行っちゃってますけど、2枚目、入ってます。これは二節目。で、3、4、5、6と来てますね。で、先ほど言った脇芽というのはですね、ここの、ここの糸、一節目から出てるこの、脇芽、脇、まあこれが伸びると枝になってくるんですけど、それとあとここにはですね、あの花が咲きます。雄花か雌花かで、雌花であればそこに実もつきますね。キュウリの実がついてきます。ですがこのままほっとくと特にこの元気のいいようなこの二節目の脇芽がどんどん伸びていってしまいます。ですがこのステージはですね、この辺の脇芽はすべて取っていくという作業になります。で今回シャタ農園は、下から 1,2,3,4,5,6 までの、脇芽を取っていきたいと思います。で取り方としては、そうですね、今回私ちょっと素手で、臨んでますけど、感覚を研ぎ澄ますためにですね、手袋をつけると感覚鈍くなりますの で非常にデリケートなものなので素手でやっていきたいと思います。丁寧にですね、同じ、はい、1,2,3,4,5 取っちゃいましたね。で、これちょっと、この取ったものはこれ干してもいいんですけど、一応、この肥料袋を袋にして干してもらいますんで、ちょっと細工して干してもらいます。そこに入れてきます。で、1、2、3、4、5まで取って、最後ここですね、6、こう取れますね。で、ちっちゃく見えますかね、このこのちょこっと出てる、まだ花も咲いていないこの、これがキュウリの実ですね。もったいないですけど、これ6まで取っちゃいます。で、取ることで、この親づるの、この成長点がどんどん、まあ、そっちだけに栄養がいきますんで、これを今6節目ですけど、7、8、9、10、11、12、13、14、まあ、多くて15ぐらいまで上にというか、このまま伸ばしていきます。はい、次やってみますね。1ですね、1、2、3、4、5。でこれはちょっとこう6節目はちょっとちっちゃすぎるんで、ちょっとここ指入れるのもあれなんで、次にまたこの脇芽取りも2回3回とやってきますんで、その時にまた取ります。こんな感じで、やってきます。見てください、これ結構でかいですよね。1節目がすごくでかくなってます。取っちゃいますね。1、次2も取って、3も取って、はい、4、5、6、6、取りますね、6。はい、次ですね。で普段はこのキュウリとキュウリの間に立ってこうですね、やります。1、2、3、4、5、6。はい、6ですね。浮気はダメダメ、脇芽取り、浮気はいけないことですよ、脇芽を取りましょう、浮気をせずに。これが何節目、1、2、3、4ですね。5、浮気はダメダメ、脇芽取り、浮気はダメダメ、脇芽取り、
浮気はダメわきめ取り。はい、皆さんもご一緒にいかがでしょうか。浮気はダメよ、わきめを取るよ。わきめはとっても浮気はしない。1、2、3、4、5、6ですね。1、2、3、4、5、6じゃないですよ。わきめを取りました。浮気はダメ、わきめは取るけど浮気はダメ。よくわかんないですね。自分はよくわかった、わかりました。1、2、3、4、5、5ですね。6、あ、取りましたね、6。はい、次ですね。あれ、なんだこれ。うわあ、なんかすごいですね。色鮮やかです。見えてますか。わあ、読みますね。なんでこれ、激励、なんでこれ。え、シャタ様、あ、いつも楽しい動画をありがとうございます。いやー、これもう喜んでます、本当。こちらこそありがとうございます。大変なこととは思いますが、あ、若干大変ですね。慣れてないのもありますけど、これからも引き続き頑張ってくださいね。いやー、頑張るわ、本当に。絶対見ます。もうそう、もちろんですよ。もうどんどん見て、バンバン見て。おっと、ま、これめんこいガールズ一同は、あの有名なご当地アイドルですね、めんこいガールズ。ありがとうございます。本当にもうすごいサプライズだ。今日はもう本当一日ハッピーですね。で、このめんこいガールズってサラダっていう、まあ名前がついて、この産地のですね、野菜の、まあ、宣伝ですね、アピール活動やってくれてるんですよ。で、一番すごいのが、あの書道パフォーマンスやってますんで、結構見応えがある、まあ、ステージになってますんで、特にその地元の人たちは、まあ、ネットでも出てきますから、見てみたらいいかなと思いますね。よかった。本当、あれ、なんだこれ。裏面あり。いやー、やばい、嫌な予感しかしない。ちょっとじゃあ見てみますね。裏面ですか。はい、これ。あら、なんか堅苦しいな、縦書きだし。なんか和風ですね。色もない、一色。やばい、ちょっと読んで。一つ、バカなことやってないでちゃんと仕事したからね。バカじゃないと、いろいろ、まあ、映像的に、はい、すいません、仕事ちゃんとします。その2、くだらないクイズとかじゃなくて、ためになるのはよくないか。いや、でもくだる、まあ、いろいろ、まあ、ってください。はい、ギラギさんとか自己満足とか言ってますが、皆様はちゃんと納得しないようにしてください。はい、頑張ってます。これちょっとクレームですかね。ああ、ちょっとまあクレームとか別に全然 OK です。低評価ボタンとか OK ですね。見てもらえないからやったらいいんですよ、いいんですよ。その量、本当に大丈夫だよね。ああ、もう本当に心配してくださって本当にありがとうございます。皆さん本当にこれを教訓ですね。今後とも頑張ってきますね。よりこれ誰から来たの。くるる、はははよ、お母さん、あ、分かった。本当にバカなことやってます。仕事もちゃんとやってますね。もう本当にくだらないとか、本当だ。本当にね、内容も考えてんだけどな、なんかうまくいかないんだよ。もう自画自賛とか自己満足とか、もう親父譲りだし、これ雑なのはお袋譲りだし、本当に遺伝だよ、遺伝。本当にない。まあ、ダメね、始めたばっかりなんで、ちょっと様子見、1年ぐらい様子見させてください。はい、ということですね。なかなか脇目取りも、一つになるではいかなかった。ちょっとピース1、2、3、3、4、5、6ですね。はい、1、2、3、4、5、いいですね、順調ですよ。もうこれ、何これ、もう、はい、すいませんでした。はい、次ですね。もうあと2本ぐらいちょっとやって、終わりにしたいと思いますんで、もう少しお付き合いください。脇目を取りましょう。浮気はダメダメ。はい、1、2、3、4、5、6、あと2つ。あ、これは6節目はちょっと、後で撮りますね。はい、次。1。こういうところかも。あ、これがかぼちゃの、あれですね。葉っぱですね。これも撮っときますね。1ですね。脇目はダメ。脇目はダメ。違う。浮気はダメ。脇目を取る。1、2、3、4、5。脇目を取る。浮気は取らない。はい、じゃあ今日はこの辺で、脇目作業どうでしたか。よく分かった。で、引き続きですね、私の方はこれ全部、植えた順から脇目を取っていきます。で、先ほど言いましたようにあと2回くらい脇目取りをやっていきます。はい、それで、前回のクイズの回答ですが、長靴の裏のかかとの溝で圧縮されてできたです。はい、難しかったろうな。
ていうか、ごめんなさい、くだらなすぎましたね。で、今回のクイズです。今回のクイズは、まあちょっと気分が良くなったというか、まあ微妙ですけど、ご当地アイドルの、ヒントがなんとかガールズで、カタカナ3文字ですね。野菜の広告アピールして、書道パフォーマンスやってくれてる、アイドルたちの名前を当ててください。はい、じゃあ今日は、この辺にしたいと思います。じゃあまた。